園田治子は、日本の政治家、自由民主党所属の参議院議員、衆議院議員、鹿児島県議会議員等を務めた。鹿児島県鹿児島市生まれ、鹿児島県立近郊湾高等学校、日本大学法学部卒業。1987年、鹿児島県議会議員に当選し、1993年まで2期、務めた。1996年、 第41回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で鹿児島2区から出馬し、長らく奄美地方で強固な地盤を築いていた自由、連合代表の徳田虎王を約3000票の僅差で破り、当選した。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、鹿児島2区で前回下した徳田に1万票超の差をつけられ、比例復活もできず落選した。 2001年より、社会福祉法人朝日政会理事長。2003年の第43回衆議院議員総選挙にも鹿児島2区から自民党公認で出馬したが、再び徳田に敗れた。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、現職の園田に加え、元鹿児島県議の内越明氏が自民党に公認を申請し、園田が公認を受けた。内越も、 無所属で、鹿児島2区から出馬したが、辻宿性即索硬科症の闘病のため引退した、徳田虎雄に代わり、長男の徳田氏が無所属で出馬し、園田、内越のいずれも徳田に敗れた。選挙戦中、鹿児島市内にある園田の講演会事務所の窓ガラスが何者かに割られる被害を受けた。2006年に徳田武が自民党に入党したため、2009年の 第45回衆議院議員総選挙には出馬せず、徳田を支援し、徳田は民主党公認で出馬した打ち越を下して再選。2012年の第46回衆議院議員総選挙にも出馬せず、鹿児島2区から自民党公認で出馬した徳田武氏の選挙対策本部長を務めた。同年12月28日、第23回参議院議員通常選挙における、 比例区での自民党公認を受けた。2013年7月の第23回参議院議員通常選挙では、かつて、鹿児島2区の対立候補であった、徳田虎尾が理事長を務め、徳田武の支持母体でもある、特集会の支援を受けたが、支持が伸び悩み、落選した。2016年、第24回参議院議員通常選挙に、再び自民党公認で、 比例区から出馬。自民党は比例区で19議席を獲得。そのだが、最後の19議席目に当選が確定し、16年ぶりとなる国政復帰を果たした。当選後は、有林会に所属。ため公会への合流を目指す佐藤勤村が、谷垣グループを離脱し、天元会を設立すると、谷垣グループにところ属したまま参加した。しかし、 その後の合流、新派閥立ち上げには参加しなかった。2019年10月、参議院厚生労働委員長に就任。ありがとうございます。